はい、本日はこちらですね、 Amazon で購入した、CD プレイヤーの、レンズピックになります。以前動画で UDE77 っていうケンウッドのコンポ、こちらの方がもうどうしても CD が読めないという状況に陥り、まあレーザーの強弱を調整してもうまく改善しなかったということで、まあこちらが対応の、レーザーピックであろうということで買ってみました。でこれをちょっといつけてみてちゃんと CD が認識するか見ていきたいと思います。それでは開封の儀、開封の儀、ちっさちっさこれ何なんですかね、これ箱に対してなんかもう真ん中にポツンとある感じですね。はい、それではこれを取りまして、カスカスですねこれねカスカスのレーザーピックをと取りまして、でこれを開けていこうと思います。それでは開封の儀、はい、こんな感じです。はい、取扱注意と日本語でも書かれていまして、まあおそらく中国製だと思います。それでは開封の儀、開封の儀、こんな感じですね。はい、これレーザーがあって、これこういう風にギアに当ててこうスライドさせる、ここのギアで、ここに配線をつなげると。で前にもあったんですけど、なんていうんですか、ハンダを取らないといけないというのがありまして、でそのハンダを取らないとこれが使えるようにならないということで、そのハンダを取っていきたいと思いますが、どこやろこれ、ハンダついてへんのかな、ハンダちょっと調べてみます。ここですね、ここちょっと見えにくいかもしれないですが、ここにこのこれですね、これあれ、このポツッとなってるやつ、これがショートランドみたいなんで、これをハンダを除去して設置していきたいと思います。完全に綺麗に取るまでやっています。これで綺麗に取れたな。はい、こちらフラックスです。完全に綺麗に取れました。はい、こんなもんで、はい、これで綺麗に取れました。ここが綺麗になりましたんで、これでちょっとコンポに設置していきます。はい、それでは再度開けていきます。で取れました。
はい、これの これがもう全然動作できないということで、これを取り替えて、これですね、これを取り替えていきたいと思います。これがこうですね、こういう感じですね。まあちょっとこのなんていうんですか、これはないんですけど、まあ、おそらくいらないかなと。まあ若干このホコリをこう防いでくれる役割を果たすんですけど、まあそれはいらないかなと思います。それでは次にこちらですね、これを外すために、これを外すために、これを取るためには、ここの4つの、ここの4つのネジですね、これを取っていきます。よし。で、ここのこれがバネみたいですね。バネがだんだんこうへたってくると、前にもあったんですが、CD が沈んでしまって回転しなくなるというような現象が発生することがあります。で、こちらですね、これを取り替えていきたいと思います。で、これを取り替えるには、この棒をこちらの方に外していくと。で、こちらの方から押してこれを外していくと。で、その時にこのつっかえみたいなのを手前にしとかないと、この棒がこちらの方にスライドしないので、これをキュッとこう下げて押すというような感じになります。で、多分これで外れるという感じですね。はい、外れました。で、これを取るときに気をつけないといけないのは、ここの線があるので、この線は極力早めに抜いた方が痛めにくいかなと思いますので、抜いてしまうと。これを取るためには、このワッシャーを取らないと、このワッシャーを取らないと取れにくいですね。で、これがここに引っ掛けるようになってるんで、ここをキュッと押してやると外れるかと思います。はい、外れました。はい、ちょっとここで引っ掛かるようになってるんですね。ここでこういう感じで、で、これで取れましたと。で、これを外してやる。で、向きは必ず覚えとくようにした、刺す向きですね。はい、こんな感じで、交換部品も必ず分かるようにしておいてください。はい、刺さりました。で、こんな感じですね。ここの穴に通して、で、こういう感じですね。はい、で、最後にワッシャーを戻してやると、パチッと。で、これで、はい、とりあえず元に戻りました。あとはこれを逆のパターンで戻していく形になります。置いて、バネを置いて、で、これをネジを締めていくと。で、 CD が回るかどうかは一度ちょっとテストしといた方がいいかと思います。っていうのは、この調整で CD がこう上に浮かなければ回転がこうできずに
空回りすることがあるので、まあ地面にちょっと擦れる感じですね。擦れてとか結構精密な部分があるので、その辺ですね、一度仮組みテストするタイミングでチェックした方がいいかもしれません。はい、でこれで、まあ、回転しますね。こうやったら大丈夫ですね。でこの状態で一度セッティングしていきます。これを入れる前に、これですね、電源、これをここに挿さないといけないと。で、あとこのコネクターを、はい、これで一度ですね、仮組みテストをしたいと思います。で、CD ですね。ちょっと一瞬変な音がしたんですけど、まあちょっと、よし、これで、では、チェックディスク、あれ、ショートランドは外したんですけど、チェックディスク、そう、なんでチェックディスク、今回はこれをまあ取り替えたんですけど、結果こちらですね、チェックディスクということで、なぜか回復しませんでした。まあちょっとテンションはすごい低いんですが、とりあえずこの、まあ、姉妹機種のこの CD をこう取り替えたらいけるかなと思ったんですけど、それも認識せず、まあ、姉妹機種といえどもこれはやっぱり違う型番のやつはダメなのかなというのもあり、ちょっとどうしようもないなというところで、まあ、一旦諦めようかなと思います。まあ、ということはこれが逆に生きている可能性が出てきました。なのでこのディスクの今回交換したレーザーピックとこれはちょっと息にして、今後のその修理の時に使っていけたらなと思います。でこちらのコンポはとりあえず、まあどうしようかな、 MD は今使えてて、CD は使えないと。まあ、ちょっとその辺ですね、どうするか考えていきたいと思います。はい、本日はですね、まあ、本日はではないか、まあ、レンズを交換しても結局正常に動かなかったというのがありまして、じゃあどこがおかしいのか、じゃあこのディスクのこのこいつがおかしいのか、ユニットがおかしいのか、それともこのユニットは正常なものを乗せても動かないのかっていうのをちょっと検証したいなと思います。それであえてこの問題ないこちらですね、UDA777 と
UD、同じ機械ですね、こちら。はい、同じ機械を使いまして、こちらの、CD ユニットを、こちらの正しいやつを、問題ないやつをこちらに乗せ替えて、で、こちらの方が復帰するかっていうのを見ていきたいと思います。で、それ次第では、まあ、こちらのユニットの方がですね、問題っていうことであれば、このユニットをまた交換するですね、ことを考えていきたいと思いますし、もしこちらの正しいユニットを交換しても正常に動かないっていうことであれば、またこちらのですね、ユニットは使えるということになりますので、じゃあ今度はこちらの方ですね、他の、まあ、マザーボード、まあ、その辺が、故障しているのかっていうことになってきますので、まあ、その辺をちょっとジャッジするために、こちらの正しいやつを載せ替えるということをしていきたいと思います。はい、それではちょっと、載せ替えていきたいと思います。それではこちらですね、動かない、CD ユニットをまず外しまして、こちらの方をちょっと置いときます。で、一旦ですね、こちらの方はどけて、問題のないユニットを取り外してこれにつけていきたいと思います。それではこちらですね、開閉の儀。これが硬いんですね。すごい硬いんです。で、こちらの方外しまして、でからこの配線を外していきます。はい、それではこちらが問題のない、機械になりますので、これで一回動作するか見ていきたいと思います。いきます。再生するか。あ、再生しましたね。ということはこれで一つ、こちらの CD ユニットがおかしいということに、条件を絞れました。なのでこちらの CD ユニットを交換すればこの機械は、治るっていうことがこれで確定できましたので、まあ次回ですね、こちら CD ユニットを、まあ、修理または交換、そういったところをしていきたいと思います。まあこちら、今後どうやって直していくかまた考えて、修理動画の方を上げていきたいと思います。ちょっと長々と、動画が、前編後編という形で壮大なまたプロジェクトになりましたが、完敗ということで結局直らずでした。またそちらリベンジ、していきたいと思いますので、まあ、今後よろしくお願いいたします。本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。